これでね、すべてここで選んで、設定、ユーザー設定で、ドライブモードセレクターって、オートマチックのエンジンの出力特性とかそういうのを全部変えていくものなんですけど、結構、オートマチックの変速タイミングとか、その辺を考えると結構、だいぶ選べるということですね。で、Bluetooth もとりあえず標準装備されてます。で、ナビはここから選んでもらって、で、上の画面で映すという形ですね。で、エアコン類はここに全て揃っています。で、こちらが、まあ、当然のことなのでデュアルゾーンエアコンという形になっていますね。で、オーディオにすると、まあ、こういう感じで、なるということですね。が、こちらでも一応、このですね、フォルダボタンですね。このボタンを押していくと、まあ、平均燃費。で、方角。今かかってる曲。安全装備ですね、これね。安全支援装置、働いてるか働いてないかということです。で、空気圧出ますね。あとリマインダーですね。エンジンオイルのリマインダー。あとメッセージ。で、また平均、航続距離ですね。航続距離に戻るという形ですね。こういう感じですね。では、乗っていきたいと思います。この車 FR なんですけど、ちょっとね、自分の車からするとちょっと、まあ、ハンドリングがちょっと重いかなっていう感じがするので、そういう場合は、まあ、さっきも話したドライブセレクモードセレクター、ここでパーソナルモードで、エンジンもあるんですけど、エンジン、ステアリング、サスペンション、スポーツと標準ね、ティブレーンがいい。これも強くしたことをすることもできるし、で、サスペンションですね。あ、違う、ステアリング。ステアリングをですね、これだったのをちょっとこれにしてやや速くしてみて、これでね、まあちょうど良くなったって感じですね。ここね、ドライブモードセレクター結構いいですね。自分好みに設定できて、ね、かなりよろしいと思います。全幅1820あるんですね。1メーター82。で、私の車がですね、1790あるんですね。で、結構ね、差があるのかなと思ったんですけど、さっき、ドライブモードを、クリックにさせていただいたおかげで、まあ、意外とね、取り回しよく走ってくれます。これ乗ってますけどね、状態だとバックパイロットいけるのかなーなんて思います。3センチぐらいの差だと、まあそんなに。